車します。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。このバスは、古町、大村ターミナル、長崎医療センター、岩松駅前、元の経由、諫早駅前駅です。走行中、やむを得ず急停車する場合がありますので、ご注意願います。次は、サンスパ大村です。
験場前です。お降りの方はお知らせください。お降りの方はお知らせください。
注意ください。次は大村ターミナルです。発車します。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。このバスは長崎医療センター岩松駅前元の経由諫早駅前行きです。進行中の急停車にご注意ください。次は大村駅前です。大村駅前へ、お降りの方はお知らせください。支援センターは犯罪被害や性暴力被害に遭われた方々
そのご家族をサポートしています。電話相談や面接相談のほか、弁護士の紹介や病院、警察署などへの付き添いも行っています。一人で悩まず勇気を出してご相談ください。長崎犯罪被害者支援センターからのお知らせでした。ご注意ください。次は市役所前です。ご注意ください。次は熊田です。長崎医療センターへお越しのお客様にお知らせいたします。長崎医療センターへお越しのお客様は2つ先に長崎医療センターへお降りください。ご注意ください。次は長崎医療センター前です。この車は長崎医療センター経由となっております。長崎医療センターへお越しのお客様はそのままご乗車ください。
の方は車内にお忘れ物のないようご注意ください。次止まります。お手回り品をもう一度お確かめください。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。このバスは岩松駅前元野経由諫早駅前行きです。進行中の急停車にご注意ください。次は北門になります。
します。次は大橋です。長崎犯罪被害者支援センターは犯罪被害や性暴力被害に遭われた人とそのご家族をサポートしています。電話相談や面接相談といった弁護士の紹介や病院、警察署などへの付き添いも行っています。一人で悩まず勇気を出して相談ください。長崎
そういうものだよ、お知らせ。どうぞ。
Thank you.